おう、こっちだ。座れよ。というわけで、サウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。わかった、よし。で、そっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。まあ、こいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな、例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も分かった。村瀬明。久米と同じ教令会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに教令会のアジトがあるんだな。よく撮れてるな、この映像。これじゃ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と組を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と組だけまだ店の中ってことか。なんで二人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。この映像の時点で夜10時、久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間、店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時ごろ久米を店から叩き出したと言ってたな。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ、弁護人はあんた。裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指図される感じが嫌なんだん？おい、誰だよあんた。ここで何してんの？いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな？はい？
12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人？ああ、そうそう。店長の名前は？荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな。ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって街中歩き回って？一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいい。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメでもともとだ。はあ、そんな人はいんの？まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。しばらく寝とけって。やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。ってそんなわけありませんね。何の用です？ちょっとお前の手を貸してほしくてな、つくも。こいつはつくも誠。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は荒垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。おや、おやおやおや、八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところがこの僕の手にかかれば、こいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か？どうやるんだ？システムに侵入しますので少々お待ちを。
これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人の元にすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か。それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。時間食っちゃったよ。何？ちょっといい？あれ、八神さんじゃない？どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか。ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それでどっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだ？わかってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ、ありがとな。加減にしろよ。
いらっしゃいませ。こりゃさ、行くか。ありがとうございました。ごちそうさん。新垣さん、あの、なんだよ、あんた。八神探偵事務所、12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ、俺よく知らないんだ、悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。これだ。事件当日、あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ。少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、分かったよ。へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりね、驚いたよ。その時他の客は？あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ、1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で、10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の二人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。久米がリンチされてた時、あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかった？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。
どうもありがとう。助かったよ。もういいんだね。もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ。スポン通りの。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ。事件の晩、その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ。そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ。急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。やめときなさい。ったく、時間食っちゃったよ。あれ？なんでお前が？お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、ヤガミ君。言っとくけど、真冬ちゃん、お前と寄り戻しに来たわけじゃないぞ。寄り戻すって？付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました、ケンジ殿。仕事の話で来たの。当然だけど。仕事？松金組若頭羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。
八神君も絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だもん。それに大学同期か。さ、羽村の件だけどもう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。ああ、3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くする。前から思ってたんだけど。ん？八神君、探偵なんて全然似合ってないからね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。ふん。真冬。なんだお前は。あれ、検事生、八神くん何してんの？いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。ふん、そうか、君が八神弁護士。こちら森田検事生。それとご存知泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃ、また。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみる。何もかもだ。もういいだろう泉田。やめましょう泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。分かった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その少し頭冷やしてからゆっくり来いや。余計な心配だっつ。
お。いらっしゃいませ。ありがとうございました。寝とけって。
どうぞ。おい、八神、なんで先に怪盗だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく、お前も座れ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ、12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。なんだ。被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から協力会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。どこだ。怪しいな。死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。このことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。これは事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。どこだ。ん、なんだ。被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる。この事件のストーリーは。
まず事件の背景として関西の教令会と東条会との抗争がある。これまでにも教令会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は教令会と敵対する東条会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と教令会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し羽村は、午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。ええ、まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。ああ、事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者を追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。教令会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。
相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう。海藤さん、ああ。まず強霊会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやすさんなら知ってると思う。そうか、なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ、のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。後で連絡するから。